い、どうもピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。でね、今日のトロールコースなんですけど、以前こんなコメントがありまして、3D ワールドのトロールコースをやってくださいっていうコメントがあったんですよね。確かに 3D のトロールっていうのは僕やったことないんじゃないかなって思って。なんでね、今日は 3D のトロールコースを遊んでいきたいと思います。多分やったことないと思うんだけどね、どうなんだろう。イギリスの方だね。初見殺しあんのかな。いや、どうなんだろう。いや、初見殺しっぽい。いや、違うの。うわ、初見殺しだったね。最近初見殺しを避けるのを覚えました。これ上かな。これ上なんだろうね。ちょっと上行ってみていい。あ、上は何の意味もないのか。じゃあこのまま右行きます。うわ、なんか新鮮すぎ、新鮮すぎて草。これどっち。うわー、右に行くかドアに行くか。ドア行きますね。多分こっちで合ってる。いや、こっち。オッケー、見た、この反射神経うますぎ。まあ最初だしさ、一旦こっち見てみる。こっち何なのかちょっと気になんない。なるほどね。じゃあここは一旦ロスにピーをさせておいて、あのここであれが降ってくると思うんですよ、金魚が。さあ降ってきて金魚。あれ降ってこないね。まだ右に行ってなかったから、まあいいや、このまま走っていったらいけるでしょ。オッケー、ザバー金魚。じゃあこのままダッシュする前に多分こっちで。じゃあここはボム兵をこう投げておいて、すぐ右に逃げようか。いや、ちょっと待って。いや、違う違う違うんだって。よし、次こそこうしてこうして、で振ってくるでしょ。で右に逃げる。オッケー、そして右に行っていいよね、きっと。多分行っていいと思う。多分こっちで正解。なんで。いや、バネが降ってきた時点でなんか怪しいなとは思ったんですけどね。それじゃあここはバネが降ってくるまで待っておこう。オッケー、で上、そしてこのまま右に行きます。でこれオンオフしていいものかどうなんでしょうね。オンオフしないで下のこの土管入ります。多分こっちが正解だと思う。オッケー、中間ですね。多分こっちが正解で合ってた。これはどうすればいいんでしょう。これ、え、待って、マジわかんねえ、マジわかんねえ。これは左っていいのかな。こっちしかなくない、だって。あ、なるほど、こういう感じで、で右でこうで、ここでヒップドロップして、よし、で上。なんで。そんじゃここはね、この水色のネズミに当たって上。なるほど、多分ボム兵が出てくるとは思ってたんですけど。でこのまま上に行こうか。うわ、これはどうしよう。これね、ヒップドロップすると自滅すると思うんですよね。なんで上行こう。こっちが正解。待って、すげえ怖い。これ取っていいですか。取ってからの右に逃げる、これで合ってんじゃないんですかね。だからどうしろってんだ、これは。待ってくれ、どうすればいいんだ。これは左行ったらドッスン起きるの。あ、起きねえじゃん。なんだこれ。え、じゃあ一回さ、これちょっとここに置いておいてヒップドロップしよっか。ヒップドロップするね。はい、やっぱり。じゃあここあれだね、こっから投げる。あれ、ちょっと待って、どうすればいいんですか。これもう積んだくない、これ積んだくないですかね。それかこのパワーブロックをびっくりマークのこいつに当てる、でジャンプ。考えは合ってたね。だからこっから投げてタイミングよく、オッケー、来た。でこれは叩いたら、おい、なんだ今のは、ずるくない。じゃあこれはさっさと走って抜けよう。多分これで合ってる。うわ、なんだこのドッスンたち。右行く、オッケー。うーわ、危ねえ。多分これで合ってたでしょ。でここはね、そろそろなんかしな、なまずいんで、これ、パワーブロックを叩いてすぐ右に行こう。オッケー、多分これで合ってる。でそのまんま土管に入ってからの次に進めるんですけど、これは壁ジャンプだね。それではこの土管入ったら早く壁キックしよう。見てて、これ壁キックの名人。ほいほいほい、あ、今度こそ壁キックの名人になるよ。ほいほいほい、来た、危ねえ。これは、これ左行ったらまずいよね、きっと。
まずいんで、今度はあ、これどっち行っても結局ブロックに入るんじゃないの、多分そんな感じだよね。うわ入らねえのうわマジかよ、あれすり抜けれるんだ。じゃあここは普通にちくわブロックに乗ってワープブロックが入ろっか。入ったら、いやここなんかまずい気がする。いや上に行っていいのか、上に行っていいのか、上に、いや大丈夫、これで合ってたでしょきっと。でこのまんま、うわどうしよう、上に行っていい、大丈夫、なんかあったら壁キックしよう。こっちが正解じゃない、上のあの中間ポイント罠かもしんないね、これが合ってる。あっ、さっきのさ、あの上と下、うわどっち行けばいいんだろう。上は中間ポイントだったからね、ちょっと上行ってみよっか。でも上なんか罠な気がするんだよな、やっぱり。で今度下行ってみて、多分こっちでいいと思うんですよ。なんでバネでね振ってくるから、このピョンチュ倒して右オッケー、多分これで右に行っていいでしょ。上がすげえ気になるけど危険だからやめておこう。クリボーがなんかあれしてる、産卵してる。え産卵産卵は違うね。じゃあ今度上行きますか。これはすぐ右に行かなまずい気がするんで、あ変わんないね。そしてこれはなんだと誰だお前は。じゃあすぐあそこの土管を目指して下、多分これで合ってる。でこれはバネね、バネに乗っていいのかな、バネに乗ってジャンプじゃあこれはねバネに乗らんでこう壁キックでいこうか。はいオッケー、多分これでね正解だと思う。まあこれしかないからね。そしてこれは下って書いてるけど僕上に行きます、多分こっちでいやっやめてくれどうにかしていけないから、これここはもう下、こっちしかないうわこれもう気になるな、これ右しかなくない、ねえ右しかないと見せかけて上怪しいんだよな、こっち行ってみますいや意外と優しかったね。でこのまま右、なんで、いやちょっと待ってまたさっきと同じじゃねえか、これさドア入れないかな、これ右で上ずっと押しっぱだったら入れないかな、やっぱ入れないよね。じゃあここは下行ってここも下、これしかない、よし来た、ドアに入ります。これはどうしよう、うわちょっと待って、うわ早く行けって感じか、またさっきと一緒じゃねえか状況がいや違う、これで合ってたっぽいよ、ほらうわ危ね。でここで取ってドアに入る、これが正解でしょ。オッケーオッケー、うわこれどうしよう、待ってこれはジャンプして、ジャンプした瞬間右に行くね、はい、うわ何もなんない、あれあそういうことか、あの P が発動したままこっちに戻ってこなくちゃいけないの、うわやっぱいるね、お前もいんのか。それじゃあここは鍵取って P スイッチを持っていけばいい、そしてここで踏んで下、いやこれで大丈夫でしょ、早く地下ブロック出て、オッケー、これは上は関係ないもんね、うわー危ねよかったー、今絶対引っかかったと思ったんですけど、これはヒップドロップ、あゴールじゃないんですかこれは、なんかゴール臭い、うわ見たこのどっか絶対罠だよ、ヒップドロップをずっとさせておいて罠みたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。オッケー、これはこのまま右、ちょっとおいしい、それじゃあゴールが近いで、このドアでしょ、このドアに入ってからので、ここでリフトだね、リフトだけ気をつけよう、ちょ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 オッケー危ねえいや無事クリアできました、あの 3D ワールドのね、ねこのコースね、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。